皆さんこんにちは、メロンクーです。ついに公式から追加コンテンツ第6弾の発表がありました。最後の追加コンテンツとなる第6弾ではどのようなコースが発表されたか見ていきましょう。まずはマリオカート E からレインボーロード。このコースは予想していた人は多いでしょう。やはり最後の追加コンテンツなのでこのコースは追加してきましたね。コースも E のまま再現されており、BGM もリメイクされており、とてもいいですね。ファンキーコングも追加されるので、また E のような光景が見られそうですね。次にツアーからマドリードグランデです。これも予想通り来ましたね。サッカーボールがすごく邪魔そう。次に GC から DK マウンテン。こちらはファンキーやディデイ関連で、やはり来ましたね。ファンキーコング早すぎー。そして E からデイジーサーキット。まさかの E から、2つのコースが来ましたね。次にツアーからパックン神殿。ボスパックンがいるので来ましたね。次に SFC からグッパ城さん。グッパ城さんは予想していたので、来て嬉しいです。次にツアーからローマーバンキ。ツアーも2コース来ましたね。最後にサンディエスからロゼッタプラネット。このコースは予想外でしたね。正直サンディエスのコースは来ないと思ったので驚きました。マリオギャラクシーをモチーフにしていていいですね。以上が第6弾のコースでした。いくつか予想が合っていましたが、ロゼッタプラネットやデイジーサーキットが意外でした。そして第6弾はコースやキャラ以外にも、ミースーツを新たに17種類追加、ミュージック機能の追加もあります。ミュージック機能はコースの BGM を聴くことができ、作業用などで使えますね。これはいいアプデですね。そして第6弾の配信日は11月9日でかなり早いですね。残り1週間楽しみに待っていましょう。皆さんいかがでしたか？最後の追加コンテンツは人気コースのレインボーロードで最後にふさわしいコースです。配信日には新キャラの性能、キャラ調整やゲーム仕様が変わったりするのでそこも楽しみですね。マリオカート8デラックスも追加コンテンツが終わり、いよいよ次はマリオカート9が見えてきましたね。さすがにもう8デラックスにはキャラやコース追加は来ないでしょう。配信日は11月9日なので楽しみに待っていましょう。では今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。